こう見えて料理には少しばかり自信がある。ああ待っていろ、すぐにサンドイッチでも作ってやろう。どこだ、どこにいる。帝国の手の者より先にルリエンを見つけ出さなければ大変なことに。誰だそこにいるのは。あなたは、いや、貴様は裏切り者、カタリナ。帝国にあだなす者は誰であろうと容赦はしない。覚悟。うわっ、許す。急所は外してある。おい、何の音だ。貴様は。ち、キリがないな。待ってよ、ルリア。今すぐそこに行く。あの約束は命に変えても必ず守る。説明の手間が省けましたね。今日は魔性を埋め込んだ魔物を使った戦闘実験のようですよ。さあ、カタリナ注意、こちらへ。ポメルン大尉、一体何が始まるのですか。なに、見ていればわかりますよ。これは一体何がどうなってる。あれはですね、我がエルステ帝国の秘密兵器なんですよ。秘密兵器。本日よりあなたに管理してもらう兵器なのですよ。まさかそれが私がここへ赴任した理由。扱いに関しては一任しましょう。ですが、一つだけ忠告を。あれには情など抱かぬことですね。くれぐれも兵器であること、これをお忘れなきようお願いしますよ。は、慎んで拝命いたします。
こうして私の少女の世話役という名の看守任務が始まったのだ。命令を厳守し、少女を強く警戒し、もう二度と暴走が起こらぬよう淡々と見守る日々。しかしそんなある日、とある出来事をきっかけに私は気づいてしまうことになる。それ何ですか？それです。あなたが持っている。ああ、これは本だ。本知らないのか？読んだことは？すまない。君はひょっとして字が。まさか君はこの本を読みたいのか？ダメですか？すごく綺麗な絵が。ああ、表紙のこれか。しかし、字が。仕方ない。私が読んで聞かせよう。ありがとう。少女が笑ったところを見たのは初めてのことだった。いつの間にか私の中で彼女は決して笑わないものだと決めつけていたところがあり、大いに驚かされた。私は彼女の感情をもっと知りたくなり、毎日さまざまな本を持ってきては読み聞かせてやった。彼女は新たな知識を得るたびに、その感想を笑顔で報告するようになっていった。あの、これは何なんですか？え、食べられるものなんですか？なんとも不思議な心地だ。機密の少女には感情がないと報告書にはあったはずだが、感情がないのではない。彼女は感情の表し方を知らなかっただけなのだ。いや、それさえ正しくないのだろう。誰もそれを教えなかったのだ。あまりにも強大な力を前にして、皆少女を自分と同じ人間とみなすことを恐れてしまったのだ。もし彼女を恐れず人として接する者さえいれば、きっとこの子はもっと。あの、どうかしましたか？ごめんなさい。もしかして、もし本を持ってきてくれることであなたが怒られてしまうなら、私もういいですから。ごめんなさい。あなたは他の人と違って優しいから、私つい。君はここを出た方がいい。え？こんなところにいてはいけない。本なんかではなく、その目で、その体で、外にあるすべてを知るべきだ。そんなことできるんですか？できる？いや、私がさせてみせる。
だからルリア、私を信じてついてきてくれるか。はい、お願いします。カタリナ、俺は帝国軍の信号弾。まさかルリアが。ルリア、無事か？カタリナ、私、怪我はないようだな。君たちがルリアを守ってくれたのか。なんだよそれ、綺麗な人の前だからってカッコつけてんのか。では、カタリナさん、確かにお渡しいたしましたよ。いや、そう言われても困る。これを受け取るわけには。そうおっしゃらず、父上もお待ちかねです。どうか、よろしくお願いいたします。待ってくれ、やはり、これは受け取れない。カタリナ？どうしたんですか？なんだ？さっきのは誰だったんだ？ああ、いや、心配ない。彼はこの島の領主の息子だ。え？領主の息子？そんなやつが姉さんに何の用だったんだ？ひょっとしてそのお手紙と何か関係があるんですか？はあ、実はその領主が私のファンだとかで、ぜひ一度晩餐会に招待したいと。わあ、いいなあカタリナ、私晩餐会行ってみたいです。いや、私はどうもそういうのは苦手だ。ごちそうもたくさん出るんだろう。おいらも行ってみたいぜ。そうか。まあ、二人がそこまで言うのなら。やったー！楽しみですね。じゃあ姉さん、まさかいつもの格好で行くつもりじゃねえよな。ん？あ、確かに。多少は改める必要があるだろうな。そうですよ、せっかくですからいつもと違うカタリナ、私も見たいです。いや、そう言われても私には持ち合わせが。どうしたものか。旅に出てからというもの、清掃などほとんどしていないからな。急に三つ黒へと言われても、そんなものは。これは帝国軍の。なぜこんなものがここに。
とうに捨てたつもりだったが、なぜこんなものが。いや、とにかくもう必要のないものだ。カタリナ、捨てちゃうんですか？ルリア。しかし、君もこんなものはもう見たくもないはずだろう。カタリナ、忘れちゃったんですか？忘れた？一体何のことを？がすごく近くに感じて、本当はね、私外に出るのちょっと怖かったんです。でもね、カタリナと一緒ならこの先何があっても大丈夫だってあの時思えたから。ルリア、カタリナ、その街灯やっぱり嫌い？そうだよね。帝国の制服だもんね。どうだ、ルリア。似合っているか？はい！とても素敵です！後ろに隠れている。ルリアは私が守る。なんだ、姉さん今日はやけに張り切ってんな。安心しろ、私がついている。行くよ。やった、もう誰も傷つけさせない。ようこそ気空師の皆さん、今宵は我がガストン・グルメールの愉快な宴にご足労いただき感激の至り。実は私、少しばかり名の知れた美食家でしてね、カタリナさんには我が美食の数々を味わっていただきたく。父上、いささかご挨拶がなごうございます。皆様さぞお腹をお空かせでしょう。ここは食べながらでも。ほほほ、そうであったな、これは失礼。さあさあ皆さん、
どうぞ好きなだけお召し上がりを。思った通り、あなたは素晴らしい女性だ。どうだろうカタリナさん、この素晴らしい料理の数々、毎日食してみる気はありませんかな。領主殿、それは一体どういう。そうですともカタリナさん、あなたの素晴らしいお話を毎日語っていただきたいのであります。待ってくれ、意味がわからない。あなたは何が言いたいんだ。さあ語りなさん、語りなさい、語りなさん、語りなさい。我がグルメールの家に嫁ぎ、娘となって大いに語りなさるがよい。語りなさん、語りなさい、語りなさん、語りなさい。ふい、なんだこれ、何が起こってんだ。はあ、怖いですカタリナ。領主殿、やめてくれないか。余興にしては悪趣味が過ぎる。何を何を、冗談ではありませんぞ。私は至って本気なのでございます。あなたを是が非でも我が娘に。なんという男だ、全く聞く耳を持たないな。父上、おやめください。カタリナさんがお困りですよ。そもそも余計なお世話というものです。私の結婚相手くらい私が選びます。おお、言いよったな。ならばモーセ、いかような女性がお前の好みだというのだ。それはほら見ろ、お前の意志などその程度のものよ。私が選んでやらねば嫁さえ取れぬ半人前なのだ。違います、私は食事を。そう、食事を。何？食事だと？そうです、美食家グルメール一族の女となるものです。当然食卓を美食の限りで埋め尽くしてこそでしょう。それとも父上、あなたは日々の食卓に醜く拙い料理が並ぶことを良しとするお方なのでしょうか。一理ある。ならば試してくれるわ。カタリナさん、あなたは私を納得させる最高の一皿を供することができるか。最高の一皿だと。いや、それ以前の話だ。そもそもなぜ私はあなたのご子息と結婚することになっている。当人の意見も聞かずに。なんとも謙虚、ますます気に入った。あなたこそ我が息子にふさわしい。さあ存分に腕を振るわれよ。グルメール一族の嫁を目指し、誠心誠意の一皿を馳走してもらおうぞ。領主殿、話を聞いてくれ。笑ってごまかさないでいただきたい。成り行きとはいえ、父が失礼なことを、本当に申し訳ございません。まったくだ。あ、いや、しかし貴君も大変な父気味を持ったものだな。なあなあ、どうすんだよ。このままじゃ兄ちゃんと姉さん結婚しちまうんじゃねえか。そうなんですかカタリナ。寂しいですけど、カタリナが幸せなら私は二人を祝福します。待て待て、何を言っているんだ。私はこの男と結婚など。ああ、いや、すまない。
そんなつもりでは。どうか気になさらず、身の程はわきまえておりますので。無論カタリナさんのことは素敵な女性だと思いますが、私では釣り合いません。そんな私など。しかし不思議です、その街灯は上級士官に支給される軍用品ですよね。カタリナさんは軍人になり、帝国に将来を嘱望される方だと思っていたのですが、なぜ気空士など。ちょっと待ってくれ、気君が私とどこかで会ったことがあるのか。いえ、たまたま知っていただけのことでございます。ところで、今私たちはどこへ向かってるんですか。千年竜の巣ですよ。何？千年竜といえば、あの珍味で有名な千年竜のことか。ええ、そうです。それさえあれば、あなたは必ず父上をうならせることができるでしょう。いや、しかし父君を納得させてしまっては、むしろ逆効果だろう。私は結婚するつもりは。ほら皆さん、見えてきましたよ。くれぐれも注意してくださいね。千年竜はあの洞穴にいますので。まったく親子揃って話を聞かないようだな。ん？話を聞かない？どこかでそんなものがいたような。さて出かけようか。ダメだ。そういうことならそれはできない。なぜです？そこまでして父上との勝負に負けてもよろしいと。勘違いをするな。いくら勝負とはいえ、何をやってもいいわけではない。そんな道理に反する真似できるはずがないだろう。冗談じゃない。こんな勝負どうして私は本気に。はいかいかん。これでは完全に君ら親子の思うツボじゃないか。さすがカタリナさんです。勝負となると厳しく真剣なお方だ。あの時からあなたは少しも変わっておられない。ん？あの時だと？やはり君はどこかで私と。いえ、何でもございません。さあ、それならばもう一つ、私に食材のあてがございます。それを取りに参りましょう。つかぬことをお伺いいたしますが、カタリナさんにはどなたか心に決めた方がいるのでしょうか。なぜそんなことを。そんなものいるはずがないだろう。しかし言い寄る殿方は多いでしょう。それでもあなたは。何のつもりかわからないが、そんなことは考えたこともないなと言い切れれば格好もつくか。だが私とて周りが思っているほど強くはない。気づかぬうちにどこかで幼き頃に持っていた憧憬を抱くこともあったかもしれないな。武骨な武人には似合わないか。笑ってくれても構わないぞ。いえ、そんなことは。
どうした？申し訳ございません。話し込んでいるうちに道を間違えてしまったようです。この辺りは凶暴な魔物の生息地で、近隣の狩人たちも滅多に近づきません。それは危険だ。急いで引き換え。あ、危ない！カタリナさん！早く！今のうちに先輩！先輩だと？この愚直な剣筋、まさか君は。ああ！無念、またしても。また君か。何度来ても答えは同じだ。君も騎士を志す身であれば、私を倒せるくらいには強くなることだ。はい、強くなります。強くなったら結婚の申し出を受けてくれるのですね。誰がそんなことを言った。まったく、君は人の話をちっとも聞かないやったな。ああ。だが努力は買ってやろう。ねぎらいの手料理の一つくらいは振る舞ってやってもいいぞ。本当ですか？約束ですよ、先輩。今度こそ私は負けない。先輩の前で情けない姿を見せるわけにはいかないのです。まったく、なんだその剣は。私のことを変わっていないなどと言って、人のことが言えた口か。そうやった。もう誰も傷つけ。待たせたな。これが私の渾身の一皿だ。うわあ、すごくキラキラです。七色に光っていて、こんなスープは初めて見ました。寒い時期はこれに限る。郷土に伝わるキノコのシチューを私なりにアレンジしてみたんだ。では温かいうちに実食と行こうではないか。いただきます、カタリナさん。どうなんだ、大丈夫なのか。ごくりドキドキ。うまい。不安しかなかったけど、さすが空の最高クラスの食材だぜ。姉さんの料理に勝ったんだな。だったらオイラもいただきます。おやおや。なんでだよ、全然いつも通りじゃねえか。なんという料理だ。私のこれまでの食通人生を根底から覆す斬新かつ鮮烈、まさに驚天動地の革命的一皿である。
素晴らしい。誠に残念だが、この至極の一品を出されては、あ、敗北を認めざるを得まいか。私の負けだ。息子との結婚は諦めよう。かような料理人を我が一族が独占することなど、止まらん。なあ、嘘だろ、どうなってんだ。まったくです。父上の言う通りですよ。このようにおいしい料理が毎日食べられる殿方は全空一の花宝物、羨ましいことこの上ない。どうなってんだよ、こいつらうまいものの食べ過ぎで舌がおかしくなってんじゃねえか。 B さん、なんだかおかしくないですか。え、おかしい？だってほら、二人ともすごく震えてて。ごちそうさまでした。すごいもんだな。これが食通一族のプライドってやつなんだな、きっと。そうでしょうか。カタリナはそんな風には思ってないみたいですけど。え？それでは皆さん、お気をつけて。旅のご無事をお祈りしております。領主さんもお元気で、お料理すごく美味しかったです。なんだかんだで楽しかったぜ。姉さんは散々だったけど。本当に強くなったんだな。少し見直したぞ。え？なんだ、忘れてしまったのか。寂しいやつだ。まさか先輩、私のことを。そういえば昔、アルビオン士官学校に随分と諦めの悪い男がいたのを思い出してな。これで約束は守ったからな。カタリナ先輩。はい、確かに。手料理、ごちそうさまでした。では。待ってください。風の噂に聞きました。先輩が帝国を裏切り、追われていると。もし先輩さえ良ければ、グルメール家はあなたをかくまう準備があります。形だけでも、私と。いいえ、カタリナ先輩、あれでは点でダメですよ。何？ダメだと？料理の下手な女に興味はありません。あなたも騎士ならば、私を納得させるほどの達者になりなさい。私は何度でも、何度でもです。あなたの挑戦を受けて立ちますから。言ってくれるじゃないか。いいだろう。もしまたここに来ることがあれば、君にうまいと言わせてみせようじゃないか。約束ですよ、
先輩。どうぞそれまでお元気で、旅の無事をお祈り申し上げております。君も元気でな。